はい、パクタスの運営、寿司パクです。ゆうです、はい。前回に引き続き、ゲストにゴリミーのゴリさんと、リソデモリの河村さんに来てもいただきました。おいお願いします。えあれ やらないんですね、今回は。あれやんないの、うがいなしというか。やります、やります。やってるんですか。ブシ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 。今あれですかね、あの最近あんまり見かけないですけど、あのほらジェットドライみたいなやつ、あの手乾かすやつあのあれの再現ですかね。あ、トイレにあるやつですよ。そう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 、使用禁止のやつですね。そう、使用禁止になっちゃってるやつ、うん、多彩だわ、ついてきね。ありがとうございます。はい、じゃあ最後、ラジオ最後なんですけど、はい、僕の方でですね、パクタソクイズを作ってみました。やばい。お二人だったら絶対もう100点取れるだろうっていうね、まあ、すげえ超イージーなクイズなんですけど、まあ、目指せ超イージーですね。そう、はい、超イージー。はいはいはい、余裕ですよ。余裕ですね。はい、なんと俺、全問正解するとプレゼントがあるみたいです。あ、マジですか。本当に。寿司パクさんからなんかもらいます。というわけで、いや何がもらえるか、まあ、10周年記念のね、プレゼントもランダムなんですね。はい、はい、なんでちょっと真のパクタ層を目指せということで、はい、クイズを作りましたんで、ぜひラジオ聞いてる方もですね、これね、映像がないとね分かんないので、映像を見ながらラジオとか言いながらですね、映像をちょっと見ながら、問題を回答していただければなと思います。というわけで進めていきたいと思います、はい、じゃあ1問目、ユカチーの写真で、公開していない写真はどれ？あー、面白いな、これやばいですね、分かんなかったらちょっとやばいですよね。やばいですよ、首ですよ、首。でも寿司パクさんいつも確認してくださるじゃないですか。これ載せていい、ね、って、はい、公開前確認いただけるので、はい、覚えてると思います。いますか、覚えてるかな。まあ、ゴリさんもね、ゴリミーさんのこのブログでユカチーいっぱい使ってるからね。はいはい、任せてください。はい、あれだったらもう100点かなっていう、やっちゃいましょう、やっちゃいましょう。簡単な問題です。じゃあちょっと、はいはい、いきますね。まず1枚目、はい、はいよ。え、待って、これこのシリーズ難しすぎる。はい、まずこれ、これ1枚出て出してる出してないを選定するってこと？ね、後で全部で出します。その中で1枚だけ公開しないのがあります。なるほど、オッケー、オッケー。まずは1枚目、これ、はいはい、懐かしいな、はい、懐かしいですね、うん、チアの写真ですね。はい、ユさんも一緒に撮影したやつですね。そうですね、これ一緒に撮影して思い出深いですね。思い出深いですね。じゃあ次いきますね。次はこれ、あ、うん、20歳のやつだ。そう、これすごい使われましたよね。そうですね、すごい使われた気がする、気がする、するけど角度が微妙に違うとかですよね、きっと。お、じゃあ次いきますね。わかんないな。お、制服、タイムスリップだ。懐かしいですね、タイムスリップ女子高生。はいはい、じゃあ次いきます。なるほど、アイドルですね、アイドルゆかち。なるほど、卒業制作でやっていただいたやつですね。はい、じゃあ次いきます。よ、あれまだある、スムージー。あー、懐かしい。懐かしいですね。5種類ぐらい取りましたよね、この日。取りましたね、全然スムージー作りまくりましたね僕すげー大変だったって、買えばよかったっていうね確かにね。はい、というわけで、はい、というわけでドン。この5枚か。はい、私わかります。わかった。アップされてない写真ですよね。アップされてない写真ですね。え、ゆかちわかった？わかります。わかった、すごい。はい、マジか。これ、ね、アップされてない理由もあるんですよ、ちゃんと。でも顔を修正してくれてますよね。
顔修正して顔修正いや僕だってね、イパチのやつは全然修正してないですよ。現像してるってこと？不修正ですよ。違います、あの魔法の、いやジジパクさんのいつもの魔法のやつやってくれてますよね。全部レタッチはしてますよ、現像はしてますよ、ちゃんと。ありがとうございます。え、なんか顔のサイズがでかいやつ一つだけあるのかなって思ったんですけど、全体的に全部漏れてるので。はい、ありがとうございます。レタッチしてくださってると思いました、はい、まあ画像の、ね、明るさとかね、うん、そういうのを含めて全部やってるので、その写真に対するこんな明るさがいいのかなとか、こんな明瞭度がいいのかなとかっていうのはやってます、はい、じゃあどれでしょうか。いくちからいきますか。私当てちゃいますよ。じゃあ分かった、あった、じゃあこれ悩んでるこれさんからいきましょう。はい、ね、何番で迷ってるんですか。そうっすね、ニタさんはあった気がして、うんうんうん、で145がまあじゃあどれかっていう風に考えていたんですけど、まあそのアップされなかった理由を考えた時に、なんか決定的な何かが思いつかないんだよな。4はでもアップしてた気がすんだよな。4だって僕撮影にいたし、で5ももちろんいたんですけど。いましたね。はい、5も使って撮影したのは間違いないしな、写真を見た記憶もあるんだけど、アップしない理由ね、アップしない理由が思いつかないんですよね。ちょっと待った。5、ファイナルアンサーで。ファイナルアンサー。じゃあゆかち、はい、何番でしょう。3です。おお、理由は、理由見たことない。見たことがない。さすがですね。見たことがない。見たことがない。はい、で多分ボツにした理由は、あの密着しすぎてるから。男性とかガチファンが激怒こと、え、なんかそれが髪の毛がなんかボリューミーだから、ボリューミー、まあ風強かったからね。はい、ボリューミーになっちゃってるっていうのか、太ももの絶対領域がちょっとセクシーだから、うん、セクシーだからか、って思いました。全部違いますね。違いました。びっくりします。はい、あの正解はですね、3番です。やった。3番ないんだ。3番ないんですよ。3番ない、見たことないですもん。 3番はもう僕がこのクイズを作るために現像したっていうやつですね。ありがとうございます。そうなんだ。ください。いや、これ普通にあのこのクイズが終わった後、あのしれっとアップしようかなと思ってたんですけど。はい、なんでこれダメだったのかっていうと、これ、ね、あれなんですよね、リリースするときに、前回のラジオでも話したと思うんですけど、あのワイシャツ、彼氏のワイシャツを着てるユカチっていうのを NG にしたじゃないですか、はい、公開するときとも同じで、これもリリースしようと思ったときに大川さんに止められたんですよ。へえ。理由が二人乗りしてるからなんですよ。ああ、自転車の二人乗りってよくないよねっていう。確かにな。でもこれ止めて撮りましたよね、確か。いやいやいや、当たり前だよね。そうそうそう、止めて撮ったんですね。そうですよね。止めて撮ったんだけど、まああのね、このユガチの、この彼氏のお腹のところにやる手がすごい気持ち悪そうにしてるから、それもなんかちょっと僕的にはね、普通だったらこうやってギュッてするのに、あー確かにな、そうやってみるとそうだな、逆なので、逆ですね。そうだから、これも僕としてはあんまりアップしたくなかったなっていうのはあったんですけど、その前にあの 太ももじゃねえ、あの2人乗り、はい、ダメ。太ももは違うんですよね。太ももは違うから、2人乗りがちょっと NG だからアップするのやめようと思ったんですけど、まあ今だったらいいかなと、別にこれ、
迷惑かけるところで2人乗してるわけじゃないので、うん、止めて撮ってますしね止めて撮ってますしね、はい、というわけで正解は3番でした。なるほどね、当たり。さすが。でもなんか止めて撮ってるのに私の髪なびきすぎじゃないですか。風がねめちゃくちゃ強かったですよこの日はい、であなたさんなんかそれが役立ったんですか、はい、あそうでしたっけ。あベンチコート貸していただきましたよ、ね、そうそう、はい、でございました、はい、ありがとうございます。いや無事いいクイズですね。初っ端から難しかったですね無事マジで今のはもうゆかちボーナスですよ堀さん。イエーイマジですか。これねゆかちが分かんなかったらクビですよもうマジか。危ない。でも確かにな2人乗りで落とすっていうところはちょっと考えつかなかったな。言われてみれば確かに落としそうだわそれは、はい、当時の岡さんは厳しかったですね。まあでもいい判断だと思いますけどねそれは確かに。うん、あと確かに全然なんかその気持ち悪そうに手をあの置いてる河村さんも確かに NG にしてただろうなそうなんですよこれなんであの普通のこう抱きつき方しなかったんだろうよっぽど嫌だったんですねすいません。あとだからその止まって撮影してるから多分ギュッとする必要がなかったからリアリティに欠けるっていうのはあるかもしれないですね。ああちゃんと漕いでたらよかったんですね。そうちょっとでも動いてたらちゃんとあのしたかもしれないですけど漕いでなかったから河村さんもねまあそんなにちゃんとつかまなかったっていうのあるかもしれないですね。という感じでございました。はい第1問。いやいいクイズだこれ。次行きましょう。はい楽しい。楽しいですか。はい、そんなにね用意してないんでね、あの前回僕体調悪かったんで本当はね10問20問ぐらいやりたかったんですけどちょっとそんな量ないんですけど、じゃあ次いきましょう。次はもうね、はい、もう次はね絶対に答えられると思います。いきますね。はい。プレッシャープレッシャーこの写真の中でリリースした順番を当てろ。いやむずくねむずくねそれそれはやばいです。やばいですか。いきますね。はい、はい、まず1枚目まず1枚目これ、OK、はい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 いいっすよ。えこれ絶対ゴリさんサービスじゃないですか。はい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 2枚目はいはいはい88プラスですね、はい、はいはいはい3枚目はい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 12ミニですね。4枚目はい、あ11プロか。はい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 。おお10だ。6枚目うわ懐かしい、はい、SE か。えこれめっちゃ懐かしい。これの6枚をリリースした順番に並べてください。いやこれででも後から公開したみたいなそういうトリックスもないでしょうね。そうそうそう。いやないと思う。ないと思う。それはないそれはないそれはない絶対。あーよかった。だってもうあのだってねさすがに新しいやつをあ古いやつを新しくリリースするってことほとんどないので。そうですね。まあ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 発売されたのが多分ねっていうところでもありますけどね。おえじゃあ発売時に並べればいいんじゃないですか。おなんかいいヒント出ましたね。もしかしたらそうですよ、ね、えそうですよね。そうわかんないいやこれはもうゆかちわかったらすごいよね逆にねすごいと思う本当に、うん、ただ点あそか点あそか点はあるか。あじゃあ大丈夫だな。625143かな。おお即答すごいすごい。あのゆかちんから先に聞こうかなと思ったらもうゴリさんの答えが出てたっていう、ね、これだって絶対わかんないですよね。河村さんわかんないですね。6はわかりました1番だなっていうのは、うんうん、6251なんだ。え、うん、6251625143ですね。はい、1? そうなんだ。そう、10R だからね、これね。はい、iPhone SE2 が、iPhone A8 と8 Plus かな。8、8 Plus。5が、あ、5だって5か。iPhone X と、8、8 Plus。1が iPhone XR。4が iPhone 11 Pro。で、3が iPhone 12 mini と iPhone 12。おお、すごい。すごーい。懐、ねまあ、かしいですね。言うてゴリさんと全部撮りましたからね、一緒に。はい。いや、もう本当に。さすが、さすがゴリさんと思います。ちなみに3番はもう寿司パクさんが本当はトイレめちゃくちゃ行きたかったのに近くにないからめちゃくちゃ我慢したっていうね。
そうなんですよ。しかも撮影したの公園のなんかなんてことないベンチで、ちっちゃいあのライトを大量に置いて不審者みたいな感じで撮影しましたよね。そうですね、懐かしいですね。いやもうもはや懐かしいですよね、うん、いやでもいいベンチでしたね。いいベンチだった。またあのベンチ行きましょう。また行きましょう。はい、あのベンチ行ってあのカレーいっぱい食べて腹下して帰りましょう。そうですね。で帰りあの自転車乗って引かれそうになって帰るっていう。あ、そうそうしましょう。いい、ね、はい、行きましょうか。はい、あ、じゃあもう2人とも一問正解ずつ。はい、はい、残りね実は2問しかないんですよ。うん、ちょっとじゃあ次もね結構難しいと思いますんでね。はい、行きますね。やっちゃいましょう。2020年最もダウンロード数が多かった写真はどれ。むずいよこれ、めっちゃむずいやん、はい、むずいです ね、 じゃあ行きますよ。めっちゃむずいやん。はい、選んでください。もダウンロード数が多かった順番に並べてください。はい、はい、まずこれめっちゃ綺麗、カズキヒロさんのフォトモンタージュ。そうですよね。ですよね、フォトモンタージュ。あのパクサスのトップページにも掲載してるやつですよね。綺麗。フォトモンタージュ綺麗だよな。うんうんうん。はい。はい、じゃあ次いきますね。よっ。あー。こんなのもうマックスの時点でもう一番ダウンロードされてないに決定しよう、もうこんなそうですね。これあれで、パロディですよね、確か。そう。外国人の反応みたいな。そう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 、懐かしいですね。はい、懐かしいですね。マクセイザキさんの写真。じゃあ次いきますね。おキラキラ女子来ましたね。これいつしたっけ。これめっちゃ前ですね、撮ったの。これはもう85ミリのレンズを買ったばっかりの時に持って行ってちょっとそこ立ってで撮ったやつですね、渋谷で。そうですね、渋谷と表参道のあの境目の交差点で。よく覚えてますね。撮ったやつですよね。85F1.2?1.4 ですね、僕のやつは。1.4 か。1.2 は奥さんですね。はい、僕が買ったやつだ。そう、タイさん買ったやつですね。そう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 。の写真の3枚目ですね。はい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 。お、キュートな。かわいい。かわいいですよね。キュートなハリネズミちゃん。これは4枚目です。はい。はい。はい、この1番、2番、3番、4番をダウンロードがあった順から並べてください。ダウンロード数が多い順ですよね。多い順ですね。1番多いのが、例えば4番だったら4番。3番、2番、1番とか、そういう感じですね。で、ちなみに、うん、一番ダウンロード数が多かった写真は2020年ですね。一番がですね、はい、12,359回ダウンロードされてます。めっちゃあるの。一番ダウンロードされてるのがですね、4,582。え？結構差がある。それでも？それでも4000いくんですか？4000いきますね。これあの1位から4位じゃないですよ。あの2020年の中で何番目っていう状態ですね。一番ダウンロードされたやつはもう全然違う、あの洋書の本棚とかそういうやつなんで。ああ、一番のやつってちなみに 何再生ぐらい、何回ダウンロードですか。もっと多分3倍ぐらいですね。3万とか4万だと思います、ね。へえー。じゃあ一番ダウンロードされないのってどんくらいなんですか。いや、されないのは100とかじゃないですか。100とか200とかじゃないですか。え、ゼロはないんですか今で。ゼロはないです、ほとんど。お、1年間のうちですかね、2020年のうちで、うん、なので一番この4枚の中で一番ダウンロードされたのは12,000枚、一番ダウンロードされてないのは4000枚なので、うん、はい。え、ゆうさんこれは分かります。うわ、一番上は分かりますね。あ、一番上分かる。おー、すごい。うん、じゃあ順番をじゃあ皆さんちょっと考えていただいて。はいはいはい。じゃあ一番ダウンロードされていないやつからいきましょうか。はい、これはね、はい、じゃあ一番ダウンロードされてないと思うやつを、じゃあゆうさんから。2番。マックス、はい、おー、マックスが一番ダウンロードされてない、うん、はい。ゆうかちは。私は3番、自分だと思ってます。はい、自分が一番ダウンロードされてない。はい。ほう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 。
え、ゴリさんは1番。あ、ポケモンダージが1番ダウンロードされた。はい、はい。じゃあ、次、その次ですね、3番目ですね。ゆうさん。はい。3番目難しいな。4か3で迷ってて。4か3。うんうんうん。ゆうさん、マックスが一番使われてないですよね。そうですね。で、3ですね。3、ゆかち。ゆかちが3位。ってことは下から2、3ってことですね。はい、はい、じゃあゆかちどうでしょう。私マックス3だと思います。一番疲れてるのが自分で、それよりも疲れてるんですねマックスの方が。はいじゃあゴリさんの方は。僕も川村さんで3ですね。あ、3。うん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 。フォトモンタージが一番疲れてなくて、その次川村さんってことですね。そうです。あ、いいとこですね。じゃあ次2番、ゆうさんから。はい、これは僕4番だと思いますね。まあ可愛いですからね、ハリネズミは。ホーズがね、使いやすいんですよ。うん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 。じゃあ、ゆかちは1番。1番。フォトモンタージュ。フォトモンタージュ。ってことは、自然にハリネズミが1番と。はい、そうです。そうですね。ネズミ年だったんで。2020年。ああ、そっかそっかそっか。2020年、そっか。そうですよね、ネズミ年だからか。あ、確かに、はい、全然気にしなかったですねすいません、はい、じゃあゴリさんは。僕も4ですね。4位は。はい、ってことは自然に1位がどれになるんだ、ゴリさんの場合。マックスですね。マックスが1番と。マックスが1番。はい、はい、じゃあ正解いきましょうか。はいはい、はい、まずですね、3人とも当たってないです。何、うん、でもね、惜しい人が一人います。え、はい、私だな。じゃあまず一番使われてない写真、はい、この4分間で一番最下位の写真がですね、ハリネズミです。そうなんだ。ハリネズミが4582ですね、はい、嘘、全然わかんねえ。素材が多いからですか。まあ、いや、可愛いけど、動物ってシチュエーションってなかなか使うところないのかなと、個人的には思うんですよね。ハリネズミはですね、これじゃなくて、もうちょっと使いやすいのがあるんですよ。そう、実はある。やっぱそっちなんですかね。いや、でもね、ハリネズミ系の中では一番これが使われてたから、まあ、分散しちゃうところはあると思いますね。じゃあ次、3位。3位がですね、9363ダウンロード数ですね。一番のフォトモンタージュです。真逆だ。はい、逆なんです。これが3位なんですよ。ってことは自然的に1位2位がこのユカチーかマックスさんなんですね。はい、1位が、ね、これはじわじわ1位のフラグ来てますね。1位のフラグはこれはもうゴリさん大正解。マックス江崎さん、やはり。そうなんですね。12,359 枚でマックスで、ユカチーがですね、12,212 枚。あ、でも結構僅差ですね。そうですね、2000ぐらいですね。うーん、はい、なんで正解はですね、2番、3番、1番、4番でした。うわー、惜しいな。惜しいんですよ、ゴリさん。残念でした。そっかー、ハリネズミの方がダウンロードされてないか。なんですよね、ちょっとね、ここね、iPhone とか入れようかなと思ったんですけどね、ダウンロード数が400とか、ダメだとね、低かったので、なかなか入れられなくてですね、まあ、そんな感じでした。いや、面白いな、これ、マジで面白い。本当ですか、ちょっと、クイズのセンスありますかね、僕。あるあるある。ちょっとまた頑張って作るのでやってください。ああ、でもそしたらまた、はい、あの収録の時に寝落ちするんでやめた方がいいっす。そうですね、ちょっと前日まで作ってのやめてきます、はい、じゃあ。そうですね、そうですね、ちょっと早めに早めに、はい、早めにね。じゃあ次、ですね、次は、パクタソの初の地方創生ロケで、僕とゴリさんとユカチいすみ市行ったじゃないですか。いすみね、はい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 、はい、でいすみ市に行った時に、あ、商店街ありましたよね、いすみ市。ありましたね、大原中央商店街、覚えてますか。はい、あ、覚えてますよ。あそこにですね、めちゃくちゃ
いいテクスチャーのシャッターがあったじゃないですか。ありましたね、ありましたね。ひたすらゴリさんとシャッター撮ったの覚えてますか。撮った撮った、ババの一つ覚えみたいにシャッター撮ってましたよね。撮ってましたね。そう、あの決してね、あのお店が閉まってるってわけじゃなくて、あの閑散な状態っていうわけじゃなくて、すごいそのデザイナーさんが使いやすいシャッターがたくさんありましたよね。じゃあその大原商店街って難しい、商店街にシャッターではないのはどれ。あ、難しいこれ。まずこれ一枚ですね。もうこれね、現地行ったんだったら多分わかりますよね。はい、1枚目、やばい。2枚目これです。はい、3枚目これです。はい、4枚目これです。はい、まあ4択です。1、2、3、4。まあ、大原中央商店街のシャッターではないものはどれと。これ僕知ってるんで黙っときます。黙ってください。はい、ありがとうございます。コットくんのところですよね。んコットくんのところですよね。あれ、そうそう、違います。コットくん、あ、そうですよね。コットたちがあのコロッケ食べたとこですね。懐かしい。大川さんがホットくんの中に、はい、そう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 、入ってたやつですよね。もうホットくん自体もフリー素材で、そのフリー素材の中にフリー素材が入るっていう、マトリューシカ状態っていう、はい、フリー素材ですよね。まあ、そこの商店街でひたすら撮ったシャッターの写真を。いや、むずいな。私分かりました、これ。あ、分かった、すごい。はい、まあね、4回か5回ぐらい往復したよね。はい、商店街のね、街の雰囲気とかは分かりそうですよね。あ、まあそうですね。はい、じゃあどうですか、大井さん。むずい。まあね、もう5年くらい前の話ですからね、これ。そうだな。いや、もう絶対当たらないだろうっていうクイズを最後に持ってきたんですけど、ここまで悩んでもらえると思わなくてちょっとびっくりしてるんですけど。いやー、悔しいな。全くだってヒントらしいヒントがないもんな、これ。ないんですよね。でもね、1枚だけ、あの僕がですね、鬼怒川で行った時に撮った写真ですね。全然関係ないのが1枚。あとは僕が撮ったものと、ゴリさんが実際撮ったものがあります。超大ヒントしたい。もう俺が撮ったのがここに入ってること自体も分かんないぐらい覚えてない。覚えてない。大問題ですね、それ。俺が撮ったの入ってんだっていう驚きです、もはや。はい、入ってます。手分けして撮ったじゃないですか、僕右で。撮った。難しいですね。これ当てに行くしかないな。当てに行くっていうか、もうなんか山間で行くしかないな。行きましょう。はい。まあよーく見ればね、こんなんなかったよなっていうのは絶対点一つあるんですよ。マジっすか。でもそんなのだってもう覚えてないっすよ。覚えてないですね。はい、じゃあゴリさん何番でしょう。もう山間で行きましょう。1。おー、いいですね。ゆかちは3。おー、ゆかち、なんで3になったの？なんかそんなすごいすごい覚えてるわけじゃないんですけど、なんかこういうのなかったような気がするっていうのと、一つだけ、いや、1と2は緑のタイルなんですけど、3だけ緑じゃないなって思ったのと、確かにです。です、なるほど。まあ、3番あれですよね。手前に、何ですかこれ、歩道用に。そうそうそう。ありますよね。これありましたっけ、商店街。覚えてない。覚えてないですね、ゴリさん。覚えてないですね。そう、実はそこを見るとね、あれ、そういえばなかったなっていうふうに、まあ、思い出してくれるかなと思ったんですけど、はい、正解は3番です。おー、はあ、すげえ。確かになかった。まあ、言ってこれ3番ってシャッター街じゃないじゃないですか、これアパートなんですよね。あ、そうなんだ。
はい、これアパートなのか。アパートがもう誰も住んでない状態で、うん、戸が閉まってるっていう、雨戸が閉まってるっていう状態なんで、へえ、実は3番でございました。ゆこ自体正解。すごいすごい。なんか4は覚えてます。なんかすごい。これはどうですか、はい、すごいなって思った記憶があります。そう、これは、はい、ちょっと裏側の方に入ったシャッターですね。多分ゆかち見てないですね、このシャッター。あれ、じゃあパクタさんのサイトで見てるのかもです。あ、見てるかもしれないですね。はい、はい、というわけで、はい、ゆかちなんと4問中2問正解。すごい、すごい。2問でいいんですか。 ありがとうございます。全問正解だったらね、100万円ぐらいプレゼントだったんですけど、おじさんもね、全問正解だったら3位差ぐらいあげたんですけど、ね、マジか、欲しかったな。悔しい。悔しいですね、まあ、ちょっとね、悔しいわ。こんなにクイズを楽しんでいただけるとは思わなかったんで、まあ、ちょっとラジオ聞いてる人も楽しんでいただけたのかなと思いながらも、はい、また新しいちょっとクイズを作ってみたいと思います。いや、ぜひ。これは面白かった。面白かったですか。もう面白かった。すっごい頭使った。次は寿司パクさんへのクイズも作りましょう。それってあれじゃないですか、答えられなかったら完全に運営管理人失格とかっていうやつ、失格みたいな。クビとか言われるやつですよね。収益1週間剥奪。うわ、きついっすね。きついっすね。でもね、ゴリさんももうサイトを運営して12年でしたっけ。12年かな、多分そんぐらいです。ぜひあのゴリミークイズを。うわー、誰向けにやるんですか。いやゴリミーファンにこうゴリミークイズみたいなのでやって、めちゃくちゃコメントが荒れるっていう。めちゃくちゃ荒れるやつですね。あ、だからあれですね、それこそこの間ツイートしてたみたいなのデザインをね、サイトデザインをこう4つぐらい並べて、どれ新しい順になる、答えなさいみたいなね。ああ、いいですね。まあ、うん、あとはあのゴリさんが失敗した施策をどれか選びなさいとか。恥ずかしい、それ公開するの。全然収益が上がらなかったアドセンスの貼れ方はどれだみたいな。それちょっと参考になるじゃないですか、普通に。そう面白いかもしれないですね。面白い。クイズいいですね。お題があって楽しいですね。話しやすいし。というわけで、あのパクタソラジオ、合計1から3まで、お付き合いいただきましたけど、いかがでしたでしょうか。いや、良かったですね。楽しかった。楽しかったですか。楽しかった。なんかいいですね。10周年企画でこんな豪華なことやるなんて素晴らしいですね。おお、嬉しい。うん。いや、もう、ね、すごい。第1回ラジオなんて10何回リテイクして、もうやる気なくなってたところなんですよ。へぇ。いや、ほんと台本用意しちゃダメだなって。そう。台本を用意して喋ろうとするとダメなんですよね。いやー、無理っすね、台本は。ちょっと、てか台本僕もしあったとしたら多分それ通り読めなかったんで、よかったっすなって。ゴリさんもと最初の頃に一緒にやったゴリパク の, あの動画も、はい、アイコン用意してたら全然うまくいかなかったですよね。いかなかったですね。全くうまくいかなかったですね。一発撮り系の方が全然良かったですよね。全然良かったですよね。うんうん。そう、一発撮りで寿司パクさん10分ぐらいで終わらせますって大体30分ぐらい喋ってますからね。そうなんですよね。エンドレスでしたよね。いやー、またねゴリパク動画もやっていきたいですね。やっていきたいですね、はい、というわけでパクタソラジオは以上となります。出演ありがとうございます。次回もパクタソラジオよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。プシュ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 